7月14日木曜日、時刻は午後11時になりました。フォワドルの曖昧ルーム始まります。はい、皆さんこんばんは。フォワイドルの千春こと青木千春です。はーちゃんこと浦谷春奈です。そしてニッパーでーす。なんしょ、元気だ。ニッパー腰大丈夫？あっ、ぎっくりしたらしいよ。ニッパーがなんかって聞いたけど大丈夫？あっ、犬にぎっくり、腰あるんだね。何？東京タワー？あ、東京タワーだ。すごい、久しぶりに立った。ありがとうございます。ミルピョン、ありがとうございます。びっくり。こんな開始早々東京タワーが立つって、久しぶりにフォワドルのショールームに、景色に東京タワーが加わりました。ありがとうございます。嬉しい。はい、ということで、はい、今日も私たちホワイドルがショールームから生配信したいと思います。はい、木曜の午後11時私たちここにいるので皆さんぜひ見に来てください。はい、ではまずは私たちの声はちゃんと聞こえてますか？どうやろうか。せやろうか。 OK、 ほんまかいな。はい、順調 OK。 よかった。はい、ありがとうございます。ではでは、機能の説明の方をしていきたいと思います。右下にあるアイテムですが、こちらをクリックすることで画面に投げ込むことができます。そしてコメントを書き込んで画面に表示させることもできます。はい、画面に表示されるのは1秒ぐらいなので、長い言葉よりはインパクトの一言の方が身にしやすいかもしれません。アイテムやコメントによってポイントが貯まっていくと、皆さんがお使いのアバターをどんどん進化させたり、その日の放送で前の方に自分のアバターが来たりするので、どんどん番組に参加して前の方に来てください。なお、コメントやアイテムを投げるには無料のアカウント登録が必要となります。皆さんは新規登録から始めてみてください。私たちとコミュニケーションを取りながら一緒に楽しい時間を過ごしましょう。はい、ということで、ただいま232秒です。まあ、ありがとうございます。ありがとうございます。開始早々まだ2分でね、2分。最近はさ、始まりのスタートのあれですね、視聴者数が多くて嬉しいですね。ね、すごい嬉しい。こんな一気にね、200も焼けたあるな。なんか黒くね、焼けたかな。ここ何日間かですごい日に当たったので、やだー、私はすぐに焼けてしまう。気をつけないと。チャール、ウバルバっぽい。ん、違う、アバター。あ、違う、ウパルパっぽいですか、今日。じゃあ、ルーパルパっぽいって見えた。ウパルパアバター欲しい。あ、そんなんあるの、ウパルパ。ウパルパの、学校にいたウパルパ。うん、うちもいた、飼ってたウパルパ。うちも飼ってたの？家で飼ってたの？学校で。あ、学校。面白いね、白くてさ。ねえ、なんか最初なん、なんだこれと思ったんだけど。ウパルパ違う、やって、はい、ウパルパのモノマネ。3、2、1。ウパルパ。はい、ということで、はい、あ、こうか、この辺に足があるのか、ここになりますよね。ウパルパ、はい、あれぐらい白くなりたいわ、春菜も。真っ白すぎでも怖い。確かに、はい、はい、ということで、はい、ということで、今日でこの配信65回目となります。むご、はい、今日たくさんね、今日見に来てくれてるんですけど、もしかして初めて見てくれる方もいると思うので自己紹介させてください。私たちフォワイドルは北海道札幌市出身の2人組オーガニックガールズユニットとして活動しています。はい、今はもう上京して関東中心にライブ活動を行っていたり、木曜日はショールームを配信していますので、よろしくお願いします。お願いします。はい、はい、ということで、今日はあれですね、ワンマン前最後の放送ですね。そうですね、あさって夜ワンマン。あ、初見さんがいる。あ、ありがとうございます。お、コバさん、初見さん、ありがとうございます。ありがとうございます。ゆっくりしてってください。はい、ホワイドルはちなみに知ってる初見さんですか、それとも今日たまたま見つけた初見さんですか？ね、気になるね、どっちなんだろう。ちなみに今ショールーム見てる方で、もともとフォワドルのこと知らなかったけど、たまたまショールームつけたらフォワドルやってて知ったよみたいな人とかいらっしゃいますか？いますか？あ、アンケート、アンケート取りましょう、せっかくなんで。アンケート。じゃあ、もともと知っててフォワドルのショールームを見てる人と、ショールームさんをきっかけにフォワドルを知った人の2択で、うん、
もともと知ってた人は1番、うん、ショールームきっかけに見た人は2番、うん、どういう選択肢でいきたいと思います。はい、わはい、投票機能スタートしました。皆さん自分の当てはまるものボールを投げてください。お、圧倒的に1が多い今。あ、でも2番、2番結構いるよ。嬉しい、こんなにいると思わなかった。2番が嬉しい。みんな推しじゃんみたいにしてくれて可愛い。ほいあ、でも1がやっぱ多い。でも2多くない？え、2も意外といる。今これだって何人見てるんですか？今387人中。さあ、じゃあそれではそろそろ締め切りたいと思います。はい、締め切りましょう。5、4、3、2、1。カン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 。あ、圧倒的。でも、あ、でもそれでも 11% もいるよ、2番の方が。あ、嬉しい。じゃあ、あれか、他のアイドルさんとかの生配信をそう見に来て、たまたまやってたフォアドリのショールームを見てくれた方がいるんですね。嬉しいですね。ビラ配りで知ったって感じ。ああ、ビラ配り、ありがとうございます。ああ、ラジオから知ってくれた人もいる。プロシーン目当てのアイドルお宝くじから。ああ、そうだそうだ、ツイッター拡散タイムとかからも知ってくれた方もいるかもしれない。あ、ね、あ、嬉しい。ね、今日初見さんまたいらっしゃいましたが、ぜひ皆さん最後まで、はい、12時までなんですけど、あの明日のお仕事寝坊しない程度までぜひゆっくりしていってください。ありがとうございます。はい、はい、ではアンケートを終えたのでね、うん、あの早速だけどやる、早速だけどその前に報告を。あ、そうそう、どんでる今日は。はい、ちょっとあの皆さん私たち腕につけても気になると思うんですけど、まずそうですね、報告をさせてください。まず7月9日はサワソニー19海の上、家海の上、海の家上でライブするのすごいね。海の家で、うん、実演しました、はい、そして7月13日昨日ですね、大江戸うさぎ祭りボリューム2に出演させていただきました。で、今日はですね、なんか朝ですね、ラジオの石巻、ラジオ石巻、うん、あ、そうですね、GC ワイド764オンエア聞いてくれた方ありがとうございました。ありがとうございました。そして先ほどあの新生堂サンシャインシティアルタ店さんでテイキンストアイベントを終えてきました、うん、はい、今日は今週は3回ライブがあったんですけど、そうですね、まずサワソニ海の家、あの片瀬の島の、ね、海でライブがあったんですけど、その日ちょっと天気が悪くて、うん、雨が、ね、降ってきたんですけど、あの仲良くしてるグループにフェイントスターさんっていうグループがいるんですけど、うん、そのちょっと前、あ、そうか、前日か前々日ぐらいにあるライブであの見学行ったら ご一緒してて、あ、なんか明日明後日も一緒ねみたいな話をした時に、なんかあの雨女なんですよ私たちって話を聞いて、雨降るらしいねって聞いて、でも大丈夫、私たちは晴れ女ですってうちら言ってて、どっちが勝つか、どっちが勝つかねって楽しみですねって言ってたら、圧倒的にね、フェイントスターが勝ちまして、やっぱ海に近かったからな。何が？え、いや、水があるからちょっとよくわかんない、話の流れちょっとよくわかんないんですけど、あの、だから、うん、雨女と晴れ女じゃないですか、うんうん、で、雨水じゃん、水だね、だから海も水じゃん、だから海でライブするから水が近いから雨降ったの負けちゃったのかなと思って。そうかもしれないね、こう言ってこう言ったのかもしれないね。そうね、そうかもしれない。うん、その可能性あるわ。そう、負けちゃって今度は勝ちたいと思う。そう、でもなんだかんだ自分たちの出る出演時間ぐらいの、うん、あの時にはあの小雨ぐらいにはなって、うん、一応ライブ再開できるぐらいになったのですよ。そう、もともと中止してたライブが再開できるようにはなって、うん、でもあの音響の機材が使えないということで、うん、急遽アコースティックに切り替えまして、うん、マイクも使えなかったので生声でライブをしまして、うん、なんか現場に来ててくれた皆さんは逆にレアだったかなみたいな。で、私たちはあの歌ってる時あのこう殴り雨、横殴りの雨だったので、もう顔面にこう水をね、細かい霧を浴びながら歌ったんですけど、水の演出とか言ってね、ね、楽しかったね、水の演出だとか言ってね、水の演出だよみんなとか言って、そう、その後のライブはもともとアコースティックでお届けする予定だったので、うん、そのままアコースティックでお届けしたんですけど、その時はもう快晴というか綺麗な夕日で、うん、沈みかけの夕日で、うん、なんかあのすごい雰囲気と合っててみんなすごい楽しんでもらえてよかったなって
あとさ、2個目のさ、ステージのさ、前にさ、海で遊んだね。遊んだね。あの画像もちょこちょこあげましたが。楽しかった。初。楽しかった。今年初海。うん、今年初なのに。楽しかった。なんか最初はあのサンダルだったし衣装の靴だったからこう水際までギリギリまで行ったんですけど、一応水つかないように気をつけて遊んでたんですよ、うん、あなんかもうあの失敗して水つかっちゃったんですよね、サンダルごと。だからあもういいやと思って、そう後で洗えばいいと思って裸足になってそのまま海入っちゃってね。楽しかったね。砂にちゃんと書いたり、あの初恋キラーチューンのあの歌詞に砂浜に描いた月の文字、さざ波にさらわれてしまってもいいのって歌詞があって、あれを再現したくて砂浜に好きって書いてこう水が来るのを待ったんですけど、あれ10テイクぐらい撮ったよね。うまくいったやつあるから、あそうだ載せますね、後ほど明日あたりにでも載せたいと思います。楽しみにしててください。はい、はいはい、楽しかったです。楽しかった。またプライベートで海行きたいなって思った、ね、行きたいね。なんか春の海あんまり好きじゃなかったんだけど、水系怖くて、怖いというか、なんか湖とかってさ何いるかよくわかんないじゃん、海とかも特に。沖縄行かなければそんなに大丈夫。なんか前世で水死したんじゃないかってくらい海あんま好きじゃなくて。海と花火大会ならどっち？花火大会。花火大会。花火大会。花火大会がいい。花火大会かお祭りだったらお祭り。美味しいもの食べたい。でも海とかもねいいけどね、うん、なんか花火大会いつもさみんな写真ばっか撮ってる。あ、うん、海辺でお祭りして花火やればいいんじゃない？じゃあ全部楽しめる。言っていいんですか？ねえ、まだちょっとまだやめて。オッケー。はい。そしてあれですね、昨日は大江戸うさぎ祭りに出演しまして、はい、あのバニーキッスさんがあのうさぎ年生まれということで、うん、2人とも生年月日が一緒で、うん、うさぎ年生まれということで、うさぎ祭りだったんですけど、キャンディーラブだったんですけど、まあ、うさぎ祭りだったらこれしかないだろうということで、うさぎ4連発を、うさぎ4連発、うさぎせーのうさぎからのうさぎせーのうさぎ、これもね永遠とやりましたよ。はい、楽しかったですね。うん、平日だったんだけど、すごいフォアドルのファンの方がいっぱい来てくれて、うん、なんか忙しい中駆けつけてくれて愛されてるなって改めて感じた日でした、はい、ありがとうございます。今日もねインスタで、ね、ワンマン前だからって言ってみんな来てくれて、ね、うん、パワーすごいもらえたし、あんな大雨だったのにね。そう、今日ゲリラだったんですよ ね、 豪雨ね、雷も降ったらしくて、なんで笑ってるんですか？後ろにスタッフさんがなんかすごい爆笑してる。そう。ゲリラライブ。あ、ゲリラライブ。ゲリラ豪雨です。ゲリラライブって言いました今。あ、言おうとした。ゲリラ豪雨。でもうちら晴れ女だからやっぱり、あのうちらはあのスタジオで今日ダンスのリハーサルやってたんですけど、リハーサル前はもう快晴で。でリハーサルしてる3時ぐらいの時間が一番ピークで降ってたらしいんですけど、リハーサル終わって4時くらいにスタジオ出たんですけど、あ5時か、5時か、そう5時過ぎぐらいにスタジオ出たんですけど、その時は小雨というか傘差さなくても全然いいぐらいに止んでて、で帰りもちょっと降ってたけど、そんなにね大雨ではなかったし、うんうん、やっぱ、ゴリラライブって来てるコメント。ゴリラライブ？何ゴリラライブって。ほうほう。ゴリラのライブ？ある？あるんですか、ゴリラライブなんて。え？いやゴリラライブだって。ゴリラの時あるな。ゴリラが、ゴリラのライブバージョン。は？なんで？キレてるリーダー。え？どういうこと？なんか歌ってんじゃん。はい。フォアドルの歌でだよ。フォわかんない、やっぱわかんない。助けてリッパー。待って、もう一回ちゃんと歌うから、こういうのまで。どうやってやればいいの？モンキーでしょ。え、モンキーじゃない。モンキーチカマナスのマジマジ。これ誰に需要あるんですか？わかんない、ゴリラにしかない。ゴリラ。でもゴリラには需要あるんだ。ゴリラ見てる。ゴリラは少女見てないよ。これね、これね。
ほら初めて見た人どんな人かわけわからなくない。変な人って思う。うちら普段こういうことしない可愛らしい子たちなんですよ。自分で言うな。そうです。自分で言うな。すごい可愛い。間違えた。トマッチで可愛そうに。自分で言うな。はい、ということで今日もね、そうインスタイベントありまして、今日はチアルがなっちゃってデジやったのね。はい、やりました。今日はアイドルさんを書きました。好きなアイドルさんとか。いい選曲でした。楽しかった。うん、春のも仲良くしてもらってるアイドルさんとかも、うんうん、書きました。はい、ということで、はい、最近スターもちょっと空いちゃうのかな、次回。あ、そうでもないか。今週、あ、来週10日ぐらい、10日ちょっとぐらい今月あと1回カラフリーなので、今日初めて見てる方もぜひあの、うん、ライブ最初からライブはちょっとあれだと思うんですけど、カラフリーのイベントなのでよかったら平均スターの方もホームページにスケジュール載るので、ぜひ、遊びに来てください。なんちゃって DJ タイムっていうのは、あの自分たちのかけたい好きなアーティストさんとかの CD を好きなだけ、好きなだけとか25分間 で、自分の組んだセットリストでかけるっていう、はい、なんちゃっての DJ をやってるので、よかったら遊びに来てください、はい、ライブももちろんやってます、はいはいはい、ではツイッター拡散タイムしたいと思います。あの今グレに、そうちょっと気になってる方もいると思うんですけど、あのです、ね、先日のショールームでホワイトロール新グッズでシリコンバンド作るとしたらどんな色がいいですかってみんなでアンケート取ったんですけど、そのねアンケートをもとに完成しました。シリコンバンド、それをさっき写真撮ったのでツイッターにそれと一緒に載せたいと思います。え、春のも写真撮りたかった。5色あります。はい、はい、今はーちゃん何と何つけてる。白とピンクと黒つけてる。これで5色揃ってるね。白だけ被ってるけど。ツイートしました。あ、近くでじゃあお店。そうだね。あ、よっこいしょ。よっこいしょってちょっとおばあちゃん見えます。これね、今日の私服の色に合わせたんですよ。そうなんです。白とピンクと黒。どうですか、見えますか。ホワイトールホワイトールホワイトールぼやけてるかな。はっきり見たい方はツイッターに写真載せてるので、よかったらこれも一緒に拡散お願いします。わあ、うん、でもシリコンバンドおしゃれだよね、デザインが、うん、おしゃれ。そう、雪の結晶が。私のあのその最初の色のデザイン見た時の一押しはこの子だったんですよ。ピンクに薄紫。これちょっとなんか女の子向けの配色かもしれないんですけど、私はこの色好きでした。私は白が可愛いなと思って。白可愛いよね。そう、入ってよかった。ちょうどさ、フォアドルカラーっていうか、あの千春のメンバーカラーと春菜のメンバーカラーが両方共存してるのが白ですね。黒はなんかちょっとなんだ、ロックっぽい感じに見えるかも。あ、濃いピンク。確かに。でもピンク入ってるから可愛い、うん、でもメンズが多分使いやすいのはこの水色青あたりだな。ホーム3色かな、うん、女子向けセットと男子向けセットって感じ。皆さんぜひ16日のワンマンライブで、はい、あの発売するのでゲットしてください。はい、はい、では最初のコーナーに参りましょう。その前に、お、じゃあスペシャルゲストいっぱい来てるので先に紹介します。紹介しましょう。先ほども紹介しましたが、ニフピョンさん、まずは東京タワーありがとうございます。ありがとうございます。そしてスイキさん、イルカ、お花畑さん、アイス、タカシーさん、イルカと花束、チェブさん、風呂敷、ヘリカさん、イルカ、アイス、花束、速攻キョントさん、アイス、そしてタカさんがいいね、ありがとうございます。ありがとうございます。皆さん今日もタカさんありがとうございます。嬉しいです。新入りはいた？いなかったか。新入りギフトは、ギフトは多分、特には、うん、多分チェブさん、風呂敷？風呂敷のところってあったよね。あったね。まだない、出てないのかな。まだないかな。新しいのがあります？ピーポン。違う、まだ出てないですね。出てない。なるほど、うん、おお、あ、大観山とこれいくらですかって来て。あ、そうだそうだ、これ1個が1個いくらです
500円です。5種類あるので全部揃えるとここ25、2500円で揃います、はい、ぜひぜひその日の気分に合わせて色変えたりとかしてつけてください。はい、はい、では早速最初のコーナーに行きたいと思います。せーの、ご当地ホアイドル制作委員会アメリカ合衆国バージョン。はい、まさかまさかの大好評だった企画の第2弾が舞台をアメリカ合衆国に移して帰ってきたこのコーナー。今年2016年がアメリカ大統領選挙ということで、このコーナーで私たちと一緒にアメリカ50州を勉強していきましょう。他のアイドルを応援してもアメリカ50州を覚えることはできません。これはある意味ホアイドルを応援しているからこその特権と言っても過言ではないと思います。はい、皆さん一緒にホアイドルとお勉強して賢くなっていきましょう。はい、ではまずは前回の州を発表しましょうか。はい、私がジョージア州、コカ・コーラ、まあ、ここ触れないで、エジプト像みたいな接種そして私がアラバマ州です。はい、月面着陸に成功したのが初めてアラバマ州の方らしいです、うん、はい、では、うん、今週はどこを書いたのかと言いますと、まずは白地図を、じゃじゃん、はい、ここと今週はこことここです、ここですね、また近いですね。皆さん分かります？こことここです。真ん中埋めたかったんだよね。そうそう、真ん中埋めたかった。ただあえてここは取らないっていう。そうそう、お、分かった人、あ、いた、あ、正解、正解が出てしまった、早い、早い、ではでは、はい、発表しましょうか。発表しましょう。じゃあ今週書いた州は、せーの、じゃじゃん、ミズーリ州とオクラホマ州です。はい、ミズーリ州はですね、あれです、あの有名なアニメの、うん、トム・ソーヤの冒険の舞台となった、うんうん、あ、書いた方がね、出身ということで、うんうん、トム・ソーヤの私とベッキー役のハーチョンを、まあ、書きました。ちょっと外国人風に今回書いてみました。でもちゃんと春のように黒髪になってる、赤髪が。そうなんです。私は初めて、人生初のボブというような男型男型ヘアにしてみました。え、なんかさ、男装とかしてみたい？ちょっとしてみたいかも。憧れあるよね、春の、うん、もやってみたい。似合いそう、ハーチョン。春の生まれ変わったら男の子になって芸能活動したかった。なんかでも、うん、ダンスは絶対似合うと思う。似合う、うん、王子様系になりそう。姫お手みたいなはいはい、はい、じゃ私はオクラホマ州です、うん、これはあのドナドナをイメージして描きました、うん、ドナ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 、あの牛を飼った私が牛を連れてバイバイって言ってるのと、チャルンが行かないでって言って、牛行かないで、一応ねアメリカ合衆国だからこう喋ってる言葉も英語にしたんですよバイバイウェイチュー。すごい凝ってるね。あ、本当だ、アップすぎて見えない、ごめんなさい。私は泣いてる、太陽が泣いてるから雨が降ってる。今日目死んでる今日のイラスト目は死んでます。あ、なんかぼやけてるね、バイバイ。そう、あ、来た来た、チャルンもね、もうもうもう、うちは 何があれしてるのか理解されてる。チャルンも、うん、これウェイトってウェイト、待て、うん楽しいな、しょ、私の育てた。でも私はチャルンから正規ルートで買ったわけだから、そうだよ。はい、ということで、はい、豆知識いきますか。豆知識いきましょう。どっちから行く？じゃあオクラホマから行こうかな。はいはい、そうします。州の都はオクラホマシティ。州のモットーは労働は全てに打ち勝つ。州のニックネームは早い者勝ちの州、うん、これはなぜ早い者勝ちの州というのかというと、うん、1889年4月22日正午、州の土地が先着順に無料になるということで5万人の人が我先にと殺到したことから、早い者勝ちの州というニックネームがついたそうです。そして州の名前の由来は先住民族の言葉で赤い人々に由来しています。アメリカの郵便制度の略はアルファベット2文字なんですけど、オクラホマ州の場合は OK だそうです。 OK、 はい、世界最大と言われる売りの牛の競り市が行われる州である。なのでこう牛を競りで買ったのが私です。競りで買ったのが私です。売ったのが千春です。で、パーキングメーターとショッピングカートの発祥の地となっています。アメリカで最も竜巻の被害が多い地域で、うん、阪神タイガースの助っ人
外国人であるランディ・バース選手の出身地だそうです。で野球詳しくないんで私分かんなかったんですけど、野球好きな方は絶対に知ってるということで、ご存知ですか？オーケーストア、オーケー牧場。あ、そう、オーケー牧場。バースの出身地。バース。そう、バースの出身地。阪神退団後は農場を経営しながらオクラホマ州の議員に当選したそうです。おめでとうございます。はい。で、ここでも変わった法律がありまして、他人のハンバーガーを横からかじる行為を許すことを許さない。許すこと許さない。キスは3分以上してはダメ。午後7時以降寝ているロバをバスタブに入れてはいけない。入れないよ。寝てるロバをバスタブに入れるなんて、そんなピンポイントな法律が。そんな、ね、軽くないから大変だよ、ね。でもこれあれだね、ラブラブなカップルはきついですね。3分以上キスしちゃダメって、ね。でも3分もキスしますか？わかんない。窒息しちゃいそうじゃない？3分も窒息は窒息あしないんですか？しない。あ、そうなんですね。ついたり離れたりみたいな。ハレンチだ今日は。でも他人のハンバーガー横からかじっちゃダメなんだって。だから一口ちょうだいとかもダメなんですかね。これ許すことを許さないってことは、一口ちょうだいもダメ、うん、厳しいですね。そうね、さっきちょうどハンバーガー食べたんです。だってはい、はい、ということでオクラホマ州書きました。はい、じゃあ行きます。お願いします。はい、はい、私の書いた湖州の豆知識です。まず州都がジェファーソンシティと言います。で州のモットーが人々の福祉が最高の方、うん、で州のニックネームが西部の母ショーミー州です。ショーミー州、ショーミー州、うん、はい、で州の名前の由来が先住民族の言葉で大きなカヌーの町に由来します、うん、はい、でショーミー州というのは証拠を見せろという意味で、ミズーリー州の人々は疑い深いと言われています。ショーミー、そう、ショーミーだから、ショーミー、私に見せろと、そう、証拠を見せろという意味。なるほど。かな。で西部開拓時代に多くの人々がミズーリー州のセントルイスという町から西部へと旅立った。聞いたことある、セントルイス、うん、でまたセントルイスはアメリカで最初にオリンピックとバンコク博覧会が開催された町、開催されました。でこの時 の, バンコク博覧会で世界で初めてコーンに乗せたアイスクリームが売り出されて世界に広まったらしいです。何か読み方を間違えたらしい。えバンコク博覧会、博覧会、博覧会です。で、それと これがちょっとあれなんですけど、2000年から2007年のセントルイスは7年連続治安の悪さ全米ワースト1で一番治安が悪いみたいで、そのため治安のいい周辺の都市へと移り住む人が増えて、うん、ドーナツ化現象が起きた。なるほど。どんどん人がいなくなって真ん中でポコってあっちゃってる現象が起こってるみたいです。じゃあ今そこ行ったらだいぶなんかあれだね、土地がいっぱい、うん、持ってます。はい。そしてですね、あ、私の書いた絵、これトム・ソーヤの冒険なんですけど、このトム・ソーヤの冒険を書いたマーク・トゥエインは、が出身地です。なるほど、マークの出身地なんだ、はい、マークの出身地です。そしてここからちょっと変わった法律を聞きますね。決まりだと、21歳から50歳までの独身男性は年に1ドルを税金で納めなければいけない。ん？何？1ドル、1ドル、1ドルってどれぐらいなんだろう。100円、え、100円程度、100円程度、え、あ、そんなもんでいいんですか、税金1年で100円程度。安い、私が払う、私が払う。うん、はい、で、あとはね、赤ちゃんを怖がらせてはいけない、うん、いないのばーとかって泣いちゃったらダメだと。難しいね、赤ちゃんのあれ。あと子供はカンザスシティという町でショットガンを買えるが、おもちゃのピストルを買うことはできない。逆ですね。逆じゃないの。これは何で、おもちゃ買えなくて本物買えるってこと。危ないよ。危ないね。これはちょっと大丈夫ですか。いや、危ないわ。あとはね、これはね、ちょっとびっくりしたんだけど、ミズーリー州のセントルイスでは教会でのおならが禁止されていて、違反者は終身刑らしいです。一生刑務所
に入んなきゃいけないから絶対我慢しなきゃいけない、あ、やばいやばいってな、もうすぐ出ないといけない、うん、でもさ、それさ、なんかさ、結婚式の最中でさ、うん、なんだったらあの新郎の親友とかさ、うん、なんだったら本人たちだったらどうするんだろうね、うん、パパパパーンって入ってくるじゃん、本人たちが出てくわけにいかないじゃない、うん、まあ、そんなタイミングでしたくなるのもなんか微妙だけどさ、うん、なんかこう誓いのキスみたいなこのタイミングでさ、あ、やばいお腹がいや、それはねちょっとね、どうするんだろうね、だってそしたら終身刑でしょ、うん、知らないふりするしかない、あの、どうやってバレるわけなんだろうね、これは分かんない、どうなんだろう、音しただろお前って音とか教会でやっぱさ、なんか、うん、新鮮な場所だから、ね、新鮮な場所だからそういうのはちょっとダメですよって、ゲフとかもダメなのかな、うん、じゃあくしゃみとかもダメなのか、くしゃみどうなんだろうね、あくびも、あくびは大丈夫、あくびは大丈夫、へえー、なんか自然現象だからしょうがないんじゃないの、自然現象だからね、うん、でもあのセントルイスに教会行く予定のある方は気をつけてください、はい、ということで以上です。いや、アメリカ本当になんか変わったさ、うん、あのルールが多くて面白いですね、その州によって。今度まとめようよ、どこ州はこういう、うん、一番面白いところをちょっと探し出そう、やりましょう、では色を塗っていきたいと思います、こちらか、はい、はーちゃんか、もう周りがさ赤いからさ雑に塗っても大丈夫なんだよ、雑に、はい、ということで残りはですね、なんと1、2、3、4、5、6、6州、わー6州です、わー残り6州だ、あとちょっとだね、6州です、もうだってこうやって寂しい、なんかね、終わっちゃうね、だいぶまたね、うん、そうですね、楽しみに、ここはさ最後まで残そうよ、この気になるとこ、ここだけ絶対最後に残そうよ、はい、ということで来週どの詩を書くのかお楽しみに、以上ご当地ホワイトアイドル制作委員会アメリカ合衆国バージョンでした、はい、はい、では次のコーナーに行きましょう、行く前にスペシャルゲストがまたたくさん届いてるみたいです、ありがとうございます、はい、はい、今立ってる東京タワーはみふぴょんさんからのゲストです、ありがとうございます、とゴーさんアイスありがとうございます、そしてみふぴょんさん風呂敷ありがとうございます、そしてヒーポンさんだるま100個100個ありがとうございます、そしてフェリカさんハート100個すごいありがとうございます、100個ずつ、みふぴょんさん小判クマアイスタコいいね花束イルカありがとうございます、たかしさんアイスありがとうございます、しぶさん小判ありがとうございます、そしてこばさんタコありがとうございます、ありがとうございます、しりとりみたいになってます、しぶさんの小判、こばさんのタコみたいなしりとりみたいだった、うん、どういうことね、うん、ギフト、しぶさんとにっぴょんさんの小判のギフトはコバンを送ってくれたのがまとまったの、あ、そういうことか、そういうことか、あ、そういうことね、いっぱい重なって1個単位のコバンがあるんだけど、チェブさんとニッピョンさんのなんか重なってるやつなんだけど、これはいっぱい一気に送ったらこうなるってことなんですか、かける1、どうなんですかね、なんか面白いね、凝ってて、ね、3個重なってるってことも、うん、すごい、どうなんだろう、できればコメントをね、知りたい、うん、どういう仕組みなんですか、でもかける10とかあのイルカとかに変わってる、うんうんうん、イルカはね10 1体しかいない、イルカ10匹になって何かに変身するとかなギフト買えるけど、うん、小判は何だろう、いっぱいくれたからそういう小判だったのかな、うん、かな、ありがとうございます、ありがとうございます、はい、ではいいですか、次のコーナー、あ、小判1枚っすだって、あ、1枚なんだ、なんか形違うんだね、じゃあ小判の、なるほど、ありがとうございました、ご返答、はい、じゃあ続いてのコーナー行きましょう、せーの、夏到来、猛暑を乗り切りましょう、はい、はい、
最近暑くなって本格的な夏が到来しましたね。はい、2016年の夏はどこまで暑くなるのでしょうか。うん、NASA アメリカ航空宇宙局の気象学者キャビン・シュミット博士は2016年は観測史上最高気温を叩き出すとツイッターで発表しました。うん、日本の気象庁も平均気温は平年より高いと予測をしています。うん、でも今日なんかさ、すっ雨も降ってたし暑いし、ジメジメしたわね。今日なんか歩いてるだけで汗かいたもんね。私もともとそんなに汗かかないタイプなんですけども、すごい垂れてきた。すごい本当に。もうなんか東京のさ、夏3年目じゃん、うん、なんか外出れば暑いし中入れば寒いし、もうそう、屋内寒いのどうにかしてほしいんですよ。私寒がりなんで。でもさ、なんかこう荷物にもなるしさ、外は暑いのにパーカーとかも持ち歩きたくないじゃん。そうそうそう、でも屋内入ると寒くて、だから時間潰す時とかカフェ入っても寒くて30分もいられなかったりとか、うん、なんか結局どこで時間潰そうってなっちゃったりする。だからやっぱ地元の札幌だと外との気温差がそんなにないので、うん、なんかだし、あとね、日陰に入れば涼しいんですよ札幌は。全然涼しい、寒いぐらい、うん、そうそう、旭川とか根室とかおばあちゃんいたんで行ったことあるんですけど、その辺とかは夏はね夜寒いですよ、もはや。なんか石って冷たいの、日陰にある石って、うんうん、だからなんか暑い時はあの家の裏に石いっぱいあるのが、うん、そこで遊んでたので、裸足になってはあ、裸足で冷たい下が、あ、いいね、そう、足怪我しなかった、大丈夫だった。丸いやつ、丸いやつね、いいな、犬かって来てはい、はい、じゃあということでですね、夏に叩き出した最高気温を調べてみました。うん、日本の最高気温は2013年、うん、3年前の8月12日、高知県で 41.0 度を記録したそうです。41.0 度、はい、これが今のところ日本の最高気温だそうです。はい、どうですか。いや、41度ってまず大丈夫、なんか佐川のお湯よりちょっとぬるぐらい、うちらの。だって今日でも30度いってたか、いってないかぐらいでしょ。うん、30度、29か30か。もう蜃気楼とか出てたじゃん、道路が。うん、それの10度以上ってすごいよね。人間出て大丈夫、大丈夫なんです。やけどしそうだよ、生きてます。ちなみにニッパーはその日高知県に行ったそうです。どうだったのニッパー。もうすでに目が死んでるけど。暑かったですか。おう、はい、暑かったらしいです。そしてですね、世界の方を見てみますと、うん、アメリカ合衆国カリフォルニア州のデスバレーで1913年にの7月10日になんと 56.7 度を記録してます。千春のリアクションがだいぶわざとらしいですよ。へぇ、だって56度だよ、剥がれ落ちる、溶けちゃう、剥がれ落ちるね、溶けちゃうよこれ、剥がれ落ちちゃうね、無理だよ、外出てらんないよ。へぇ、やばい、はい、ちなみにデスパレを日本語訳すると、バレーボールが死んじゃった。そんなわけないでしょ日本語訳すると、あの死の谷という意味なの。私の裏谷の谷はバレーという、はい、英語ですが死の谷ということで、まさにね 56.7 度は死の谷と言われてますね。息できるのかな、息、どうなんだろうね、息するの。なんかサウナよりは熱くない。東京初めて来た時、空港から出た瞬間息で呼吸できなかったの。でもさ、あのさ、サウナ入るとさ、鼻で息してると鼻痛くなりません？うん、痛くなる。ツンって、だからそんな感じなんじゃない？デスバレは。痛っ息もできない。こうなったらね、クーラーつけて室内にこもるしかないで、死者出るでしょ、この暑さは。やばいよ、外に出らんない。ね、うん、はい、そうです。皆さん、はーちゃんばっかりが調べてると思ったでしょ？はーちゃんばっかりが調べてると思ったでしょ？でもちゃんと私も調べてきました。お、偉い。はい。珍しいね、今日。調べてきましたよ。珍しいよ、千葉君。どうした。ありがとうございます。では発表したいと思います。どうぞ。缶コーヒーの温度はなんと55度で設定してるそうです。お、なるほど。だからつまり 56.7、 さっき言ったね、うん、56.7 というのは缶コーヒーのお風呂に使っているよりも熱いということです。それを調べてきたの。はい、缶コーヒーのお風呂に浸かりたいの。まさかまさかそんなわけないじゃないですか。でね、ということで、ここで私たちが今日調べてきた面白い夏対策グッズを
発表したいなと思います、はい、じゃあね、そんな張り切ってるチャールからいきますか。缶コーヒーのお風呂に入りたいチャールからいきますかね。入りたくないですから、缶コーヒーのお風呂にまあいいや発表します。じゃじゃん、私が調べたグッズはですね、マジクールマイファンモバイルという首にかける携帯用の扇風機です。ほう、はい、このように絵のように新しいかけるんですけど、この扇風機はですね、首元から顔にかけてピンポイントに送風ができるモバイル型送風機となっていて、まあ、これこういうのよく見たことありますよね、100円ショップとか。ある。でもこれは上向きなんですよ。だから顔に直接当たる。ああ、こう前に行っちゃうんじゃなくて、上に来るから。どういう仕組みなの？それがですね、こんな感じで。あ、違う。はい、かわいい、おしゃれだね。そう、ここ見えないですよね。あ、ここから出るの。ここ上にこう行くんだ。こう出てるんですよ。見て、わかりますか。おしゃれ、なんか音楽プレイヤーみたい。そう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 。で、色もね、4種類あるので、うん、そう、いろんな色がある。シャルは何色？シャル、ブルーかな。ブルーかホワイト。ハルのピンクかホワイト。あ、黄緑が人気ない。でもハルさんオリンゴ好きだから、じゃあグリーン、うん、はい。でもこれあれでしょ、室内のさ温度をさ、うん、温風をこうなんだ、だから室内温度が37度だったら37度の温度をさこう吸い込んでさ、そのまま顔に当ててるわけでしょ。要は37度ってことなんじゃないの？いやいやいや、そんなことないですよ。でもこうやります、熱いってなってる時にこれを使うと、熱いってなってる時にほら見えますか、涼しいとだって、ね、同じ温度でもこれだけ違うんですよ。暑いから涼しいってなるんです、うん、これ使うと、うん、まあ、それだけじゃなくてですね、まだ他にもいろいろ話したいことがあるんですけどこれなんと薄型なんですよ。うん、はい、なるほど。でこの扇風機は薄型と風量を確保しながらという、何確保しながら何どれ、薄さと軽さを、うん、こだわった新型なんですよ。なるほど。だから 140g しかないの、この重さが。軽いね。そうだから 140g って1円玉140枚分だよ。でもそんな軽、そんなさ重って感じじゃないから、ずっと、ね、つけてても首痛くならないし。なるほど。あとこれ首にかけてるだけだけど、お仕事中とかはちゃんとスタンドもついてて後ろに、うん、だからテーブルの上に立てて風を煽りながら仕事をできるので便利です、はい、ジャパネット青木大丈夫ってコメントいっぱい来てるんだけど大丈夫ですよ、開発者に怒られちゃうよ。大丈夫です、はい。JVC のカビレオカメラより軽いって書いてある。あ、そうですね。すごいことにですね、連続稼働が20時間あるんです。お、だから1日中使ってられるんです。これ電池で使われるの？電池です。なるほど、はい、炭酸電池炭酸電池なんかな多分炭酸とかだと思います。はい、なので、うん、これは上向きに、まず何が言って上向きに風が来るっていうことなんで、電車の中とか暑いじゃん、うん、だけど冷房とか当たらない車両もあるでしょ。だからそういう時はこれを使ったりとか、外出て暑い時とか歩いてる時に暑い時とかこれ一つあるだけでちょっとは涼しくなるんですよ。ね、一人で TM レボリューションごっこも可能だってだここにさつけてた、何だっけ、ちょ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 、まあね、そういう魅惑のなんとかマーメイドってここ風を煽っていいですね、その使い方。やりたい方もぜひやってほら、ちょっと欲しいかな、ちょっと欲しい。だって歩いてる時にさ、暑いよりはこれあった方がまだマシだと思いませんか皆さん。滑舌不思議ちゃんチャール、今度 TML あレボリューションカバーして使ってたって。じゃあ今度の公演とかでこう首から下げてさ、こう、うん、なんとかかんとかじゃちゃらちゃらちゃらちゃなんとか魅惑のまあねはい、じゃあ次はっちゃん行きましょうあ、はい、私ね2個紹介したいのがありまして、似てるんですよ、うん、ちゃらと一緒でパン系なんですけど、まずはこちらですね。あ、どっちから行こうかな、なんか衝撃がでかい方がいいな、後からちゃんと考えてまずはこちら、じゃじゃん、一体これは何でしょう。ここでクイズです。ここがファンなのは分かりますね。これは一体何でしょう。
クリップみたいになってるからですか。そう、ちょっと挟めるんですね、これ。ちなみに USB で使えるタイプなんですけど、ちっちゃいです。iPod シャンプル。首につける、首に挟める。あ、まあ服にも挟めるんですけど、これはピンポイントで、これ夏ってあるところが蒸れるじゃないですか。足。正解。これはですね、USB シューズクーラーといって、靴に装着するタイプの扇風機となっております。これはですね、靴に直接空気を送り込むことで、開発者曰く、この空気を送風することによって約3度は涼しくなるんじゃないかと言われています。USB で動くタイプなので、どこに行って刺すの？靴の中？中に入れて。どっかに刺すんだよ。多分履きながらも使えるとても有能なタイプのやつです。大丈夫やつです。あ、でもかかと？ニャ。ジャパネット裏。ジャパネット裏たり今日情報量少ないんであんまり突っ込まないでください。まあこれ便利ですね。じゃあこれは充電式なんですか？USB って言ってるじゃん。あ、充電ですか ？USB だって言ってるじゃんか。だから、うん、違う USB。これを USB で挿しながらつけるってこと？じゃないと回らないってこと？多分私の想像だと USB のとこに差し込んで充電してこう抜いてこうクリップで止める的な感じじゃないんですか？スイッチとかあるんですか？これスイッチとかあるんですか？あると思いますよ。おそらくこれ色は何色なんですか？色はおそらく黒かなって。やっぱ目立ちにくい黒と、あとは一番使いやすいのホワイトだと思うんですけど、その辺はホームページ見ていただいて、アマゾンの方で売っております。はい、モルゲストよ。はい、続いてですね、はい、私が衝撃を受けた商品こちら、じゃじゃん、空調座布団。すごい。これ皆さんがよく、ここに、そう、あのオフィスとかで座る椅子とかにですね、このようにして置いていただいて、この一番こう座ってると汗かいてくるお尻の部分に空気を直接当てることができるという、スカート危なくない？ビュービュービューってなっちゃう。あ、マリリンモンロー的な、女性の方、一人マリリンモンローごっこも可能です。はい、可能となっております。とても最適にね、はい、太ももがね、椅子だとくっついてて、そう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 、で、うちらとかもこうライブした後にね、楽屋の椅子とかに座ると大体パッと立つとね、こうなんか湿気ってたりする、汗で蒸気で、そうそう、あ、これいいかもしれない。オフィスで一人マリリンモンローごっこしてたら、うん、なかなかちょっと変態チェックですけど、うん、確かに。うん、上司とかに怒られないように気をつけて、バレないけど、できればあのあれですね、パンツとかで使っていただいて、はい、あのこちらはですね、ただ電源につなぐ必要があるので、屋外とかでの、あの使用は多分できないので、うん、車とかでできるといいね。車なんか暑いしね、うん、ただ電源につなげば使えるということで、うん、はい、オフィスでね、電源使える皆さんは、はい、あのお尻の方も涼しくなって、うん、これ使うとこう首元涼しくなって、で、なんだったら靴にそのさっきのシューズクーラーをつけていただいて、うん、はい、蒸れやすいところは全てこれで大丈夫ということで、はい、夏はね、はい、この1つ2つあった方がいいと思うので、うん、いいと思う。私たちもあのお値段も安かったので1000円以下で私も買えるので、うん、お手軽ですよ。はい、8月なりまでゲットしに行きたいと思います。ちなみにこれはですね、ニッパーが今日持ってきてくれたんですけど、はい、ニッパーの部屋の引き出しから見つかったんだよね。はい、涼しい。ドライアイにさせよ。やめなさい、やめなさい、やめなさい。これも一応ちょっとこれ首からかけてみて、こういけるわけです。あ、千原髪の毛長いか。こういけるわけですよ。涼しい。涼しい。どうですか。はい。チャンチャラチャンチャラチャンチャラ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 。短いわけのま。やらないわ。マーメイドまで見たかった。はい、ということでこれ。これも。これは、あ、これすごい。でもこれも電車の中ちょっと音がうるさいかも。これはもうなんか原始的なやつです。ここのポケットがいっぱいついてるところに保冷剤が入ってまして、これをどっからどうやってこうか、そうこうですか、ベストみたいな。あ、しゃっこいよ。あ、でもそれ絶対涼しいよ。しゃっこいよ。しゃっこいしゃ、防弾チョッキみたいですね、これ。なんか魚釣りみたいって感じ。しゃっこい。このね、これ背中も冷えて、うん、
こうこの一番この腰ちょっこいんだけど濡れてるよ、腰回りも冷まして、えちょおいわっしょっこい、これしょっこいです、お兄さん、わーしょっこいです、お兄さんしょっこいですよ。でもこれ外見ると多分ちょうどいいんだと思う。あ、だから釣り行くね、おじさま方とかはこういうなんか釣り用のあれかと思いきや、実はここに保冷剤がついてまして、まあ、ほらあれですよ、釣った魚とかも何でしたらここから保冷剤を、ね、出していただいて、それは冷やしていただいて、うんうん、大事ですよ保冷剤、うん、そうなんです、釣った魚を冷やすのにも使えるという、うん、そういう便利グッズですね。これ外でお仕事する人用に多分作られてると思うので、あ、工事現場のお兄ちゃんとかいいんじゃないですか、うん、これ。外でお仕事してる人はちょっと使ってみたらどうですか。さん、はい。タタタタタルタタタタ。はい。ということで時間も来てしまったので、はい。ね、すごいよね。ということで皆さんも。夏バテしないように、あと熱中症とかも気をつけて、こういうねちょっと暑さ対策のものなど、暑さ対策のものなど身につけてこの夏を乗り切りましょう。以上、夏到来猛暑を乗り切りましょうでした。すいませんグダグダだ今日、はい。はい、ということでスペシャルゲストを紹介していきたいと思います。まずコバさん、イルカ、そしてヒゲおやじさん、アイス、はい、アスターミミックスさん、イルカ、ゴンゴンさん、タコ、カズキさん、アイス、いいね、そしてマスカルさん、アイス、フェリカさん、いいね、タノンさん、タコ、ありがとうございます。ありがとうございます。いっぱい嬉しいです。ありがとうございます。はい、はいはい、嬉しいね、いっぱい今日も来て。じゃあ最後のコーナー行きましょう。最後のコーナーじゃあ次ですね、こんなに行きましょう、はい、せーの、7月14日はひまわりの日、イエイ、はい、はい、今日は7月14日ということでタイトルコーナー、コーナータイトルの通り、うん、今日7月14日はひまわりの日だそうです。ひまわりの日、まずは世間の人々はひまわりと聞いて何を思い出すかをランキング形式で発表したいと思います。ホワイトボードに用意しました、こちらに移動します。うまい時何を思い出す、はい、まずは7位から振り返っていきたいと思います。7位、じゃじゃん、朝の連続テレビ小説。こちらは1996年に放送された松嶋菜々子さんの出世作。会社をリストラされた主人公の南田のぞみが複雑な家族関係の中において弟の窃盗事件をきっかけに弁護士の世界を志し、一人前の弁護士に成長していく物語を描いた小説、テレビドラマ、はい、だそうです、はい。お、続いて第6位、じゃん、劇団。あ、はい、これは何かと言いますと劇団ひまわりですね。ひまわりといえば劇団ひまわりって感じがありますが、はい、人気子役だと加藤清史郎くんが所属していたりとか、かつては今はもう大御所ですね、渡辺謙さん、水谷豊さんらが所属していた劇団ひまわりです。はい、続いて第5位はじゃん、上地雄輔の曲。はい、はい、歌ってくれました、はい、2009年に発売された上地雄輔さんの曲にひまわりという曲があります、はい、そして第5位は、あ、第4位は気象衛星。気象衛星、はい、こちらは気象観測を行う日本の気象衛星の愛称がひまわりだそうです、はい、気象衛星ってひまわりっていうの、はい、そして第3位、じゃん、クレヨンしんちゃんの妹。そうね、ひまわり、あーってやつです。似てなかった全然。あいあいあいって感じなんですね。あ、もう恥ずかしい、今の消してください。もう生放送だから、はい、野原しんのすけの妹、野原ひまわりです。はい、はい、続いて第2位、じゃじゃん、ゴッホの絵。もうこれは有名ですね。1987年ロンドンで行われたオークションで安田火災会場、今の損害保険ジャパン日本興亜が58億円で落札したそうです。これが見たことある、なんかあの花瓶みたいに入ってるこうひまわりの、あああるある。ちなみにここにですね、あのうちのフォアドルのゴッホと言われている千春画家が描いた富士山があります。これは何億円で売れるかな。100億円ぐらいですかね。ただの虫歯ですね、はい。やめて、もうこれ。それでは流行る第1位に行ってみたいと思います。第1位はこちら、じゃじゃん、花。もちろんそうですね、ひまわりといえば花ですよ。あ
はい、私たちのね歌にもあるひまわり。そうですよ、ひまわり。ちなみにチャールンはひまわりの花言葉知ってますか？知ってます。お、あなただけを見つめる。よく知ってますね。知ってますよ。その辺はやっぱりひまわり歌ってるだけあって知ってますか？私はひまわり、あなただけを見つめます。はい、ということで、ちょっとチャールンを滑らせてみたかったっていう。はい、はいはい、じゃあサービスカットがね終わったところで、はい、これからその花言葉の由来となった物語をご紹介していきたいと思います。登場人物はモテモテ男の太陽の神アポロン、水の精クリュティエ、ペルシャの王様の娘レウコトエ、レウコトエの父親のペルシャの王様4人となっております。はい、私が水の精、はい、クリケをします。で、はい、母ちゃんは他の人、ちっちゃいのに配役一人だけは、あとの人は母ちゃんがやります。なんで私がこの人の主役なんで、一応今日あ主役を一人でやりたいやつ、やりたい、あとは他の役はやりたくないから全部やってくれと、そういうことですか？です、ね、はい、じゃあね、せっかくなんでちょっと白バックに移動しますか？白バック移動します。はい、いいですか？いいですよ、ちょっといつも立ち位置逆だったんで。はい、で、いきますよ。はい、ホドルのギリシャ神話始まり始まり。はい、私が水の精クリケです。はい、太陽の神アポロンはモテモテ男、そのアポロンに水の精であるクリティエは一目惚れしてしまい、アポロンに告白しました。アポロン様、好きです、付き合ってください。別に今フリーだし付き合ってもいいけど。やったー、嬉しい。はい、告白成功、晴れて2人は付き合うことになりました。でも幸せは長くは続きませんでした。アポロンは地味なクリュティエにすぐ飽きちゃったのです。そしてたまたま見かけた絶世の美女レウコトエに一目惚れしちゃいました。あ、マジ可愛い、俺絶対付き合っちゃうと。アポロンはレウコトエの微笑みに化けて近づき、ついに一緒に寝てしまいました。それを知ったクリティは激おこぷんぷん丸。何よ、あの女、私のアポロン様を、悔しい。クリティはこのことをペルシャの国の王様であるレウコトエの父親に言いつけます。ちょっとあんたの娘どうなってんですか？私の彼氏を奪うなんてどういう教育をしてきたんですか？ブンブンブン。娘を厳しく育ててきた父親はカンカンに怒りました。わしの言い付けを守れない娘なんて娘じゃない。王様は娘レウコトエを土に埋めてしまいました。これでアポロン様は私の元へ戻ってくるわ。ルルンルルンルルン。でもクリティエの思い通りにはいきません。レウコトエに夢中になっていたアポロンはクリティエのことを大嫌いになりました。アポロン様、今日こそ私と会ってください。クリティエが何度お願いしても会ってくれません。哀れなクリティエはそれでもアポロンさんを忘れることができずに彼を見つめ続けます。アポロン様、どうして私と会ってくれないの？しくじくじく。飲まず食わずで9日間アポロンを見つめ続けた結果、ついにクリティエは一本のひまわりに変わってしまったとさ。めでたしめでたし。いやー、今日の演技は素晴らしかったですよ。これでちょっとハリウッドを目指せるかもしれない。目指せるかもしれない。トップスター、さっきのあの座布団を買ってさ、一人でオフィスであの、ね、マリリンモロごっこして練習しとくわ。いつ呼ばれてもおかしくないように練習したいと思います。何がプンプンじゃん、私。棒読みかって書いて、棒読みかって書いてあるよ。めでたくない、めでたいか、嘘つけ、めでたくなかった。すみませんでした、そんなに叩かないで。うちらだって一生懸命やったんです。すみません。でもチャールン練習の時、あの今日一応台本練習したんですけど、これでもこれでも1回やりました。あなたの娘はどうなってるんですか、プンプンのところ、あなたの娘はどうなってるんですか、プン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 って文字だと思ってそのままだと思ったんですけど、あ、プンプンってことだったんだなと思って、そう、プンプン。はい、あの大根役所のフォアドルはちょっと女優には向かないと思うので、これからちょっと徹底的に、はい、ハリウッドに修行に行きます。ハリウッドに行くまでに修行したいと思います。楽しんでもらえましたか？はい、楽しんでもらえたということで、以上、7月14日はひまわりの日でした。ありがとうございました。テンションおかしいだって、ね、今日ちょっとテンション高いですね、なんか、はい、はい、ということで、
スペシャルギフトが届きます、はい、岡崎さん、いいね花束、そしてゆうえさん、イルカ、にふぴょんさん、風呂敷、速攻きょんとさん、イルカ、いさおたんさん、アイス、よっちゃんさん、いいね、ありがとうございます。ありがとうございます。本当にたくさんありがとうございます。嬉しいです。はい、ではもう次で最後のコーナーに行きたいと思います。では最後のコーナーは、せーの、アイマイルームで生ライブ、イエイ。ということで、このコーナーを楽しみにしてるよという皆様のお声にお答えして、一曲歌っちゃいないな、歌っちゃいたいなと思います。はい、ということで今日はね、皆さん歌い曲はもう分かってますよね。はい、はい、ということで先ほども寸劇をお届けしましたが、今日はひまわりをお届けしたいなと思います。では久しぶりだ、歌うの。ねえ、前も一回だったね、はい、この曲はあれなんです、 MM の後にできた曲で、まあ、上京して地元を離れたフォワードルのためにあの作ってくださった曲なので、皆さんも地元がある方はぜひ地元とかを思い浮かべながら聴いていただけるといいかなと思います、はい、ペンライト出そうだって、オレンジのペンライトで。ありがとうございます、はい、それでは聴いてください、はい、ひまわり。Me.
来年のひまわり、来年のひまわりの日も皆さんの前でひまわりを歌えるといいなと思います。はい、以上あいまいルームで生ライブでした。ありがとうございました。ありがとうございました。それでは最後に告知タイムに入りたいと思います。はい、じゃあ告知をしましょう。はい、まずはですね、対バンからいきます。7月21日エボリューションポップボリューム19に出演します。会場が蔦屋オーウエストで開演が18時半からです。ぜひ遊びに来てください。はい、ということで7月22日はツアーベイビーロン、ツアーベイビーロン、騒ぎたいなら夜なら騒ごう東京に出演してさせていただきます。時間が18時開場、開演が18時30分で、会場が目黒鹿六名館、六名館です。はい、遊びに来てください。そして7月24日関ヶ原アイドルウォーズ2016関ヶ原歌姫合戦に出演します。と会場が9時からで開演が9時半です。終演は19時半頃で、会場が桃配り運動公園となっております。ぜひぜひ滋賀県、岐阜です、岐阜県、岐阜県ぜひ遊びに来てください。はい、そして7月19日火曜日はレギュラー公演春色に染めてボリューム8ゲスト公演があります。第1部が11時30分、第2部が19時です。会場が渋谷グラップです。そして今回ゲストはフェイントスターさんです。はい、はい、ゲストは水の公演となっています。それ今チケット発売中です。いつもよりも30分、はい、2部は早い開演となっているので、皆さんお時間の方間違えずにお集まりください。はい、そしていよいよあさってに迫りました7月16日のワンマンライブサマーミュージックエンジョイがあります。と時間が1部の開演が14時開演、2部が18時開演となっております。そして会場が代官山ユニットで、今回はなんと1枚で2名まで入場することができます。ぜひぜひお友達など誘って遊びに来てくれると嬉しいです。そしてもう何度も言ってますが、初のバックに生バンドを入れて、今回は保温も入って、初にしてはかなり豪華なバンドとなっております。もちろんダンスコーナーもビシッと決めまして、最高のワンマンライブにしたいなと思ってるので、ぜひぜひ遊びに来てください。はい、そして今日もご紹介したようにグッズも新しくなります。今日はですね、最後に、このシリコンバンド以外にも新しいグッズが出るので、それをさっと紹介したいと思います。まずはシリコンバンドの色味ですが、はい、この5色があります。白、黒、青、水色、ピンク、青があります、はい、1個500円です。はい、ぜひぜひコンプリートしてください。コンプリートしてください。つけてください。お空にしましょう。はい、つけてください。はい、はい、そしてシリコンバンド以外にも新しくなるグッズがあります。じゃじゃん。はい、これは皆さん何か分かりますか？これはですね、チェキファイル、ファイルです。チェキホルダー、ホルダーです。はい、ということで今回はいっぱい色があるんですよ。黒地に、あ、黒い、黒地と白地で分けてるのと、はい、もともと当初なんか1色の予定だったんですけど、なんと豪華に4色に増えました。 そして新ロゴです。白地にピンク、青、金、銀と、黒地に青、銀、ピンク、金とあります、はい、文字色は一緒ですが台紙の色が違います、はい、ぜひ好きな色をゲットしてください。はい、ちなみに私はこの白地に銀が好きです。私はこれが可愛い、黒地に銀、銀が押してる、銀が、でもこっちも可愛いですよ、はい、全部可愛いです、うん、おしゃれなロゴになったんで、ぜひゲットしてください、はい、お願いします。そしてそしてじゃじゃん、ワイドールニュー T シャツ2016、イエイ、皆様の要望によってカラーを追加しました、はい、ブラックを追加して発売します。はい、今はねネイビーがあるんだよね、うん、ネイビーと私のメンバーカラー黄色と千春のメンバーカラーの水色がありますが、こちらにブラックを追加して発売することが決定しました、ぜひぜひゲットしてワンマンライブで来てください。お願いします。お願いします。はい、ということで、なんとワンマンライブでは皆さんにお知らせの方もありますので楽しみにしていてください。あと今日、
このグッズの中でまだサンプルというか届いてなくって発表できないものがありまして、サイリウムなんですけど明日の昼頃に届くという情報が入ったので、うん、はい、届け次第ツイッターとかで現物の写真を載せたいなと思うので皆さん明日もぜひ情報チェックしててください。はい、はい、そして今さらっと言っちゃったんですけど、あの皆さんにいいお知らせがあるそうです。私たちもまだ内容知らないんですけど、ぜひね同じ空間でそのいいお知らせを聞いていただけたらなと思います。お願いします。よろしくお願いします。楽しみにしてます。最高に楽しい一日にしましょう。はい、はい、そして最後にスペシャルギフトも届いてます。よっちゃんさん花束、カノオさん花束、はい、フェリカさんいいね、ありがとうございます。ありがとうございました。ハートとか星とかもありがとう。はい、ではでは最後にランキングを発表したいと思います。はい、では10位から発表していきましょう。第10位はじゃん、ホワイティさんです。おめでとうございます。そして第9位はじゃん、モロモットさんです。おめでとうございます。そして第8位はじゃん、タカさん、タカさん、タカさんです。おめでとうございます。そして第7位はじゃん、コバさんです。おめでとうございます。そして第6位じゃん、よっちゃんさんです。おめでとうございます。そして第5位はじゃん、チャガッペさんです。おめでとうございます。そして第4位はじゃん、カズキさんです。おめでとうございます。そして第3位はじゃん、たかしりさんです。おめでとうございます。そして第2位はじゃん、速攻きょんとさんです。おめでとうございます。そして栄えある第1位はじゃん、りゅうぴょんさんです。りゅうぴょんさんです。おめでとうございます。ありがとうございました。はい、ということで今日もたくさんのスペシャルギフトありがとうございました。そしてあの最後まで見てくださった皆さんも本当にありがとうございました。最終ビュー数を2288、あ、2304、おー、ありがとうございます。嬉しいです。ありがとうございます、はい、今日はちょっとね変なフォワードルだったんですけど、ちょっとテンションおかしかったんですけど、はい、こんな日もあります。はい、ということで皆さん週末のライブ最高に楽しんで、うん、来れない方にも後ほどブログとかでお知らせできるように頑張ります、はい、頑張るので、はい、皆さん待っててください。はい、ということでじゃあ来週もシャイム必ず見てください。見てください。果たしてどんな企画が待っているのでしょうか。愉快なコーナー、警戒トーク、忘れちゃいけない生ライブ、フェイク恋恋、木曜日青木千春と浦谷春菜がお届けするフォワードルの曖昧ルームでお会いしましょう。見てくれないとあなたをひまわりにしようぞ。もう一本言えない。ひまわりになろう。あなただね。